久保さん、考え方ですね考え方なんですよ <laughs> で今回 R の思考にしましょうかはいちょっと思,思いついてあこれどうだろうなってまあ久保さんがどう取るかどうかわかんないですけどあのあの今月か今月僕40歳になりましてその18年の集大成ってことで R の思考っていう商品を販売したんですよ でそれをアフリエイトででで、きるようにしたんですねで。今月中にそのアフリエイトをオープンするっていうことでまあ今日明日で準備整うかなっていうとこなんですけどもまあ11月あの久保さんは VIP 待遇でご案内できますので <laughs> 売る商品ありますよっていうご案内になります <laughs> 考え方、まあ、久保さんがあの僕の思考をね 本,本来だったらね、久保哲郎の思考行即,即化塾って話なんですけど、まあ、もちろん、あの商品ラインナップの一つとして、売れる商品として、売れる商品というか、なんだろうな、あーご提案ですね。はい、ちょうどね、あの今日ま、また準備するんですけど、そのアフリエイト用のページだったりとか。そうまあ、考え方が大事ですからね。 久保さんの販売力がどれぐらいあるのかと、まあ、やるかやらないか分かんないですけど、まあ、やるんだったら VIP であの対応させていただきます、久保哲郎は。本来だったらあの10本売らないと VIP にならないんですけど、久保さんとの関係性は他の人と全く違うので、あの最初から VIP で大丈夫です。で、VIP だと80%です。で、商品単価10万円で、えー、VIP80% なんで、えー、8万円ですね。<laughs> だから10本売ったらもう80万ですね。 どうですか久保さん <laughs> まあ悪い話ではないと思いますけどた,ただね僕はねこの考え方をね、まあ、今後はねやっぱ今後売っていきたいなっていう思ってるんですねだからまあこの R の思考を皮切りにまあ来年からは結構その考え方マインドの商品をちょっとラインナップ増やしていこうかなとは思ってますまあ結局そのやっぱベースが まあ久保さんもね、まあ、いろんな方に教えてると思うんで分かるとは思いますけどもうんその考え方のベースがない人がうまくいくっていうのはほぼないんですよねうん逆を言うとまあネットで稼げる人っていうのは何かしらの考え方があるんですよ一般のそのサラリーマンとはちょっと違う考え方ですよねうんそうだここだからまあ まあ正直売れる商品っていうのはテクニカル的な商品の方が売りやすいんだけどもでもそれを売ったところで結局その人の考え方が未熟であるならばそれを使えないし逆を言うと考え方がしっかりしていれば手持ちのカードって何だろうっつって自分商品買わなくてもね自分の手持ちのカードを探してでそのやり方に関してはネットで調べればいくらでも今無料でありますので。 ま考え方があれば、やり方は無料でいくらでも勉強できるので <laughs>。別に買わなくてもね。そこの CPU さえあれば、やり方とかツールとかはね、いくらでもありますからね、今。だって目の前に YouTube あってもやらないわけじゃないですか。それやらない理由って、そのやる理由、やる考え方がないからですよねこ。だって僕はすごいツールだなと思うんですよ。世界一のツールだと思うんですね。なんかね、ツール、なんか FX のツールとかも売れますけども <laughs>。 一番すごいツール YouTube じゃないかなと思うんですよね。誰が見ても、うん、Google はほぼトップの世界のトップの企業だしその世界のトップの企業がねあ無料で提供してくれてるツールここに信用はないのかっていうね怪しいのかって話でそうなんでこれを使わないのかなっていう出どころも分かっていてしかももうね 決算書とかもね、グーグル見れば多分あるだろうし <laughs>。で、YouTube もすごい莫大な利益を上げてますし、今ね。うん。でもね、そこに考え、YouTube をなぜやった方がいいのかっていう考え方がないと、目の前に素晴らしい、みんなが使えるね、ツールあっても使わないわけじゃないですか。やらないし。うん。はい。ということで。まあ、もし興味があれば、あの、メッセージください。では。